日本ラグビー協会は30日、宮崎市で6月6日に始まる合宿に参加する日本代表35人を発表した。昨週の W 杯フランス大会メンバーは15人で、テストマッチの出場経験がない選手を12人招集。壮大4年の HO 佐藤健二、21と帝京第2年の PR 森山秘書、翼、20の大学生2人が選ばれた。 新戦力でエディ・ジョーンズヘッドコーチ、HC64 が再任後、初のテストマッチとなる同22日のイングランド代表戦、東京・国立競技場に臨む。3年半後を見据えて若返りを図った。東京都内で会見したジョーンズ HC は、希望に満ちた表情を見せた。2027年の W 杯でトップ4に入るため、チームを再構築しないといけない。 若い選手を選んでいくことが大事。昨週の W 杯は1次リーグ敗退に終わり、今年1月に9年ぶりに就任したジョーンズ HC の本格指導は W 杯メンバー34人からの選出が15人だけ。平均年齢は28、9歳から26、1歳と新陳代謝が進んだ。その象徴の HO 佐藤は神奈川、桐蔭学園高三年時に花園で2連覇に貢献。 総大では1年から活躍し、最高学年の今季は首相を担う。ジョーンズ氏は、堀江、翔太、が若かった頃を思い出す、と、今季限りで引退した実力者を引き合いに評価した。京都青少校時代に高校日本代表に選ばれた帝京大2年の PR 森山には、素晴らしいボールキャリアーで才能がある。加速して育つように促したい、と期待を込めた。 私が望むのはハングリー精神を持ち、向上したいと思っている選手だ。ハードワークをしないといけない、都市機関。超速ラグビーをコンセプトに前進する。石井文俊、リーチも選出。ダル的存在、期待 W 杯4大会連続出場で、BL 東京をリーグワン初優勝に導いた FW リーチも名を連ねた。 1> 第1次ジョーンズ体制の2015年 W 杯大会では主将として南アフリカからの金星など参照に貢献した。ジョーンズ HC はシニア選手としていろいろとアドバイスをもらいたい。他の選手を助けられ、野球の WBC でのダルビッシュ選手のよう、日本代表にとって重要、と信頼を寄せた。 姫野らけがで事態昨週の W 杯で主将を務めたナンバー8姫野和樹、トヨタは肘の手術、FB 松島幸太郎、東京 SG はアキレス腱腱板で今下の代表活動を辞退。同じく W 杯メンバーの PR 稲垣啓太、埼玉、SH 福田健太、トヨタは負傷の影響で招集を見送られた。 一方、チームコンディションに応じて招集される可能性のあるバックアップメンバー33人も発表され、W 杯代表だった HO、堀越康介、東京 SG、らが選ばれた。